悔しい思いを私は医療従事者として感じてきました。私のクリニックでは延べ18万人の患者さんをこのコロナ禍で見てきました。その中で医療介護のほころび、例えば検査を受けたくても受けられない、入院したくても入院ができない、そのまま在宅で療養していて亡くなってしまう、本当に悔しい思いを私は医療従事者として感じてきました。医療体制を充実させるためには政治を変えていかなければいけない、そう思ったのが今回の挑戦の理由でございます。